連中にバレた。よし、待ったろ、今行く。
について知ってるかと聞くんだ。私が？刑事はそっちでしょ。はいはい、令状ね。なぜこんな場所を見張ってるの？何もないのに。見張ってなんかいない。待ってるだけだ。何？報酬の送金をだ。言われた通り、ここを盛大に荒らしてやった。にもかかわらず、まだ金をよこしてこない。心臓発作なんかじゃない。俺も最初からそう言ってるが、まずはラインはウイルス入りの BD で死んだのよ。くっそ、そういうことか。 B、
事務所ね。コンピューター調べて。ああ、秘匿に冷たくなってる。死後1時間は経ってる。いや、トラウマカードはない。忘れたわけじゃないのは確か。こういうクラブだ。盛り上がってる時にトラウマチームに来てほしくはないだろう。多分心臓だ。ちょっと張り切りすぎたんだろう。分かった。ああ、自宅に移動させてから検視官を呼ぶ。報告書には睡眠中に死亡って書かせるさ。今運び出すところだ。ああ、人に見られる心配はない。ああ、分かった。また連絡する。どこかで会ったような。よせ、今は冗談を言う気分じゃない。見るべきものは全て見た。分かった、行きましょう。どこかに別の出口があったはずだ。まだこいつと一緒にいたのか。黙れハロルド。呼んだ理由は分かってるだろ。隠蔽工作をした理由は聞かない。そもそもどうして関わったのかもな。俺が知りたいのは誰に指示されたかってことだけだ。聞いてどうする、リーバー。手を汚していないお前には関係ないだろ。その役目は俺が買って出てやった。お前はこの町の仕組みを分かってない。理想ばっか追い求めて現実を見ることを拒否してるだけなんだよ。おめでたいやつだ。そんな目で見るなよ、傭兵。俺が正しいのは知ってるだろう。 B、 手伝ってくれて感謝するが、これは俺の問題だ。自分で片付ける。どうやってだ。俺を逮捕するつもりか。 BD の記録とお前自らの証言もある。逮捕しようと思えば十分できるさ。でも意味がない。どうせお前は口を割らないだろうが、揉み消すよう命じた奴の見当はついてる。うちの上層部が絡んでるとしたら監査部に持ち込むしかない。監査部だって何もしやしないさ。俺にはな。お前が目をつけられるだけだ。ウォード、とにかく家に帰って少し寝ろ。朝には気が楽になってるだろう。少なくとも俺はそうする。くそ、いっそお別れの弾を打ち込んでやるべきだったのよ。そうかもな。でも俺のやり方じゃない。ホルトは自らが市長になりたいがためにラインを殺した。ありがちな動機だ。そして NCPD を使って隠蔽した。ねえ、ラインの死で得したのはホルトだけだもん。監査部に持ち込もうと思う。きっと捜査も再開される。ダメよ、首どころか消されるかもしれない。それにきっと何も変わらない。お前やハンの言う通りかもな。
だがそんなものはクソくらいだ。お前はペラレスたちに報告するのか。ええ。そうか。俺はもう少しここにいる。ありがとうな、ビー。ラインのことだけど、何が起きたのかは大体分かった。よかった。じゃあ来て。デリケートな問題だから直接会って話したいの。待ってるわ。どうも。一つだけ言っておく。一つで済む気がしないけど、どうぞ。奴らには何も教えるな。この問題はお前が思ってるより深い。油断すると飲み込まれるぞ。しないと報酬をもらえない。別に困りはしないだろう。あんたは食べなくていいからね。好きにしやがれ。どビー、どうぞ入って。ゆっくりしてて。ジェファーソンもすぐ来るわ。座って。ありがとう。よく来てくれた。報告があるようだな。ぜひ聞かせてくれ。謎の多い事件だった。そうでしょうね。それである程度は分かった。ラインの死は事故よ。それも恥ずかしいやつ。セックスクラブで死んだの。張り切りすぎてね。つまり彼が死んで得する者が関与した可能性はないと。私の見解ではね。よかった、一安心ね。だとしたら嘘をつく必要なんて。いや、まあ冷静に考えれば当然か。妻の言う通り、これで安心して眠れるな。ご苦労だったビー。報酬だ。二人とも気をつけてね。どうも。さて、どこまで話したかな。
つけて。そうか、また後で。他にやることないわけ？うん。何だよ。リズィ、一体何が？なるほど、慌てるわけで。リー、私怒って彼のことをしただけなのに、そしたらこの腕が、この手が、そんな。夜中に目を覚まして、一瞬自分が誰だかわからなくなることはない？ひどい有様ね。それか、自分が自分じゃないと感じる。まあ、起きたことは仕方ない。つまり私を呼んだ要件は死体の処理ね。ええ、メディアにバレたらまずい。もしそんなことになったら。ああ、何？俺は世界中が興奮する。いい詩が書けそう。他人の記憶を操作したいって誘惑に駆られるストーリーよ。人格がコピーと再生を繰り返すだけのデータの集積に過ぎないってことを改めてメッセージにして。リーゼ、しっかりして。死体をどうするの？金は払うから、どこかに運んで燃やして。安心して眠れるように処理しとく。眠れるように？私は眠らない。必要がないの。ありがとうリアム、あなたは気づいてないけど私に素晴らしいものを与えてくれた。一体何の話？ほら、彼を連れて出てって。
Thank you.